もうさくらに会ったらしいわね、メイさん。ええ、彼女は決断力のある人だった。戦場に慣れてるような鋭さを感じたわ。彼女は火を追う賀に入る前から百戦錬磨の戦士だったからね。でもメイさんとサクラは少し似てる気がするわ。え？ええ。あなたたちには戦士としての覚悟があって、誰かを守るために戦う優しさもある。私にはわかるわ。さくらもこんな感じだったの？あなたにはいつかわかるわ。さくらの心は私たちが想像するよりもずっと優しい。そしてずっと脆いかもしれないことを。何時の旅がうまくいったかはわからぬが、少なくとも大事ないようじゃな。ええ、この楽園には見たことのない敵がたくさんいるけど、私にとっては貴重な経験でもあるから。それに、私の考えが正しければ、それらはかつてあなたたちが戦った敵だったのよね。そうでない敵もおる。ここに来たのは汝が初めてではない。ここに来た者たちは皆、その者だけの印を残すのじゃ。楽園は彼らに影響を与えたが、彼らもまた楽園の環境に影響を与えた。もちろん楽園の中の敵も含まれておる。すまない、わらわはこういった曖昧な答えしか出せぬ。もしスーに出会えれば、もっと的確な答えをくれるはずじゃ。なんとなく分かったかもしれないわ。いいな、汝の楽園に対する理解はまだまだ足りぬ。楽園の中の敵と戦うとき、かつてのわらわたちの恐怖と心の影を目にするかもしれぬ。それは敵自身よりも恐ろしいものじゃ。
気をつけた方が良いぞ。どういう意味？メイドの崩壊獣を殺すことと普通の悪党を殺すこと、どちらが難しいと思う？崩壊獣かしら。いいな、悪党の方が難しいのじゃ。どうして？たとえ刹那と等しいほど早くとも、汝は悪党の中の悪意を断ち切れぬ。悪意ほど取り除きがたいものはないのじゃ。
確かに汝は特殊な存在者。人類側にいる律者はそういないからの。それで？いや、用心した方が良いと言いたいだけじゃ。さくら、話したいことがあるならもっと分かりやすく話して。わらわの考えすぎやもしれぬ。わらわが心配してきたことは今まで一度も起きておらぬからの。それでも特殊な来訪者が現れるたびにこうして忠告しておる。続けて。これでしまいじゃ。ここらしいわね。いい、自分で聞くから。特殊な来訪者についてもう少し例を挙げてくれる？全身が機械に変えられ、通常だと精魂の覚醒ができぬものを見たことがある。ある意味では何時よりも特殊やもしれぬが。どうして特殊な人ほど用心しないといけないの？メイドのは火を追う蛾のことも、それが崩壊に勝つために作った計画のことも詳しく知らぬのじゃな。そうでなければきっと古の楽園の存在意義があまりにも単純だということに気づくはず。あのメイ博士のことじゃ、これが役に立つ計画とは思わんじゃろう。この古の楽園の存在には別の目的があるとあなたはそう考えてるのね。ある意味では火を追う蛾のどの計画も別の目的があるとは言える。その目的が一体何なのか、ほとんどの人が知らぬだけじゃ。だから用心せよと、そう忠告することしかできぬ。何に気をつけた方がいいの？影じゃ。影？そう、影じゃ。火を追う者たちは灯火を追って前に進んでいたが、灯火は彼らの後ろに影を残した。気をつけるのじゃ。火を追う蛾の影に、彼女はここにおる。それにわらわは感じる。彼女がもう汝を狙っておることに。